んばんはっと。ゆきさん、ハートありがとうございます。チャゲさん、音符ありがとう。アイさん、ハートありがとうございます。チカクさん、ハートありがとう。バラチロクさん、ハートありがとうございます。自分が見えてない。あった、なんかほっぺ赤いよね。赤いんですけど。ポンポン丸星ありがとう。バラチロクさん、なんだそれ、ありがとう。コーヘーハッタありがとう。いや、お疲れだって。本当にお疲れ、疲れた疲れた。MJ さん、あれありがとう。なんか沖縄のやつ。ハイサイありがとう。ギャンメイシーさん、ハートありがとうございます。今はね、リハはね、いぶきくん、ハートありがとう。高岡市民さん、ハートありがとう。今日は夜更かしするの。最近ね、早めに寝れます。最近ちゃんと自分の中では早い時間に寝てる気がする。チョコオイラにも分けてよって。え、ちょっと待ってて、よいしょ。ナナカがくれました。これい個食べた。これさ、リハでね、急にちょっと休んでたら、あ、いぶきさんいたってきて、なんだろうと思ってたら、プレゼントですって言ってくれたの。いぶきがダイエットしてるからって言って、チョコい、これ私が大好きなやつ。そしたらななかもこれ買ってた。同じの今日食べてた。可愛くない？これ私が好きなのを知って買ってきてくれて、でななかさんも今日これ食べてた。まあ多少の糖分というものは必要かなって思って、フェス前はちょっとお魚類を食べようかなとは思うんですけど、でこちらはココア、私がすぐ貧血になっちゃうから、一日一杯は太りません、鉄分取ってくださいって。優しいよね。これお粉なの、お粉。これ私そのまま飲もうとして、え、ありがとう、飲むねってこうやって開けたの。こうやって、あ、これだった、お粉だった。なので明日の朝にでも飲もうかなと思います。優しい。そう、粉でした。嬉しい。そんな優しいよね。甘い糖だってわかんない、まだ飲んだことないんだけど、なんかね、カカオ分 100% で砂糖やミルクを含まないココアですって。これ牛乳とかはいいのかな、牛乳とかを混ぜようかな。牛乳はいいかな。ちょっとね、ダイエット私成功したことないみんなので不安なんですけど、頑張ります。今日は昨日の夜に明日のお昼用で作ってた煮物を持って行って、かぼちゃと手羽元煮物を持ってってたんですけど、お弁当が雑穀米だったので食べずに持ち帰り、持ち帰り、お家で夜ご飯にしました。と、なんかスープです。はあ、で今日初めて玄米
を買いました。あさってにでも炊いてみようかなと。フェス前にちょっと最低限は食べなきゃだなと思うので、フェス前に食べようかなと思います。ゆきさんハートありがとう。ぬぐひでさんハートありがとう。サマステ楽しみだって。ね、サマステ楽しみ。あっという間じゃない？いつだっけ？あさってかな？しあさってかな？ポポマルハットありがとう。おいちゃんハットありがとう。私はね、あとあれも出ます。木島高原。わーい。フランさんハットありがとう。ポポマルハットありがとう。おいちゃん、今日さ、タブレットじゃないのね、スマホでしてるからあれです、ちょっと見えにくい、ごめんね。全然コメント読めないかも。もうね、4つずつしか表示されないから、ちょっとマジでごめんねってことで。福岡の20時間テレビ出ますね。あ、出ます。20時間テレビも出ます。今お風呂上がったって。私はもうさっきお風呂上がりました。最近これを私はしてます。これ濡れたまんまここに放り込みます。びしょびしょ。安い地球83さん、くまさんありがとう。ケイティのハートありがとうございます。武器もいろんなとこ回るかな。だってわかんないんです、私たちもまだ。そう、詳細が出てる分しか私らも知らないので。ポッポマルハートありがとうございます。これかぶり物じゃないの、なんかタオルなの。タオル今帰宅中でヘラヘラなのに可愛くて、なん元気出ましたかな。どっか行っちゃったけど、多分そうだと思う。元気出たと思う、私のこと見て。髪乾かしてないの？はい、髪の毛は乾かしません。そしたらね、なんだかからね、距離派でね、何回ぶきゃん、ほげめっちゃポワポワ出るとかね、なんかさ、毛量がさって言ってたの。髪切ろうか迷ってるって言って、ちょっとさ、毛量なんか多くないとか言って、もうちょっと髪減らそうかなみたいな言ったら、いぶきさん髪の毛乾かせないからですよって言われたから、一旦殴っときました。てるやさんハートありがとうございます。おすすめの超絶おいしい教えたすぎるのだって。え、教えてよ。翔平ハートありがとう。てるやさんハートありがとう。ポンポン丸ハートありがとう。あいちゃんペンライトありがとうございます。石橋家ってさ、私体重計が家にないの。私持ってなくて、体重計だから今何キロかなんて分かんないんだよ、ね、減ったかどうかも分かんないの。だからもはや見た目が変わってくれるまで落とすっていう計画。どう、やっぱ体重計って乗ったがいいのかな。パピコアの味、ふわうわうわ、コーヒーか、どっち、大きい方、さ、パックみたいな方あるじゃん、こんぐらいのサイズの、それもあり。でもね、ホワイトサワーみたいなさ、なんだっけ、ホワイトソーダじゃない、なんだっけ、なんかあるよね、それも大好きなの。あ、マスカットも食べたから、食べます、終わったら。寝したかなって、体重計乗ったら痩せない時ブチギレてる。え、じゃあ体重計乗らない方がいいかな。スタバ新作出るみたいな。そう、パインが出てるの。パインが7から確か出てるんだけど、もう飲みたくて飲みたくて仕方がないんだけど、我慢ジュルーマン、我慢するもーって
感じで終わったら爆食いします。あ、お腹空いてない。え、美味しかった？パイン、めっちゃ聞きたいの、感想。うわ、すが痛い。あ、ついたい。痛いっつ。え、つ、痛いんだけど。マサレポさん、ハットありがとうございます。いぶきがやしダイエットを初めて成功したらみんなに共有してあげるね私ね、ダイエット成功したことないんだよね。食べちゃうからね ポンポンマルハットありがとう。みーちゃんハットありがとう。とみーちゃんハットありがとう。みーちゃんとみーちゃんありがとうね。福岡市民さん、オープンありがとう。通るかな、ファイトありがとう。フランさん、ファイトありがとう。ポッポマルハットありがとう。好きなサンリオキャラ、クロミマイメロですかね。バツマルくんとか。あ、それなんか、いぶきリハどんな感じだって。え、楽しいよ。疲れるけどね。あのね、構成作りはね疲れるんですよ。意外と構成をつけてもらえたらもうこっちのもんなんですけど、あとは私たちは踊って練習をするだけのみなんですけど、構成を作るのが意外と結構時間を取るので結構きついですね。新車発売がますます楽しみだって。楽しみ。今週でリハ一段落って感じ。春コンじゃない、秋かな。秋コンはあとちょっとで終わるんですけど、次はサマステ、次の日にはサマステリハをしまして、その次の日は私は別仕事で、前日東京にいますね。別仕事で東京にいまして、で12はサマステで、13は公演だよね確か。でまあもうちょっとしたら木島高原のリハが入るので。そうなんです、木島高原のリハやって、他の別仕事をさせていただいて木島高原やって、東京にまた結構飛んで、長期間飛んで、次は違う県に行って、そしてまた次はまた違う県に行きます写真集どこで撮るの？わかりません。それはお楽しみにってことで。よく覚えてるねって。え、そう、私ねスケジュールは把握済みよ、もう全部。休みの日に、休みの日いつだろう、多分どこかしら今度 1日だけ8月中のどこかにあると思うので、そこでできるだけ松葉入れて美容室にでも行こうかな、久しぶりにって感じですかね。その1日の休みにぶっ込みます。楽しみ、美脚本だって。楽しみ。いつ撮るかも内緒なんですけどね。ーんと、あいちゃんゴーゴーありがとう。見ようとしてたけど可愛いブーちゃん見に来ましたって。ありがとう。嬉しいけど今日あの美女が良くないの。あいちゃんゴーゴーとハートありがとう。いぶきくハートありがとう。で新春イベントも楽しみだって。そうです、新春のイベントも開催される予定なので来てくれますよね。さすがに買うようにじゃ来るよね。じゃあお師匠さん買ってありがとう。出演日決まってるのでだってわからないです。みーちゃんかわいい、ありがとう。新春一人で何冊買うべき？じゃあ10でキキキキ、もう一冊買ってくれるだけで私十分です。ほんとポポマル貼ってありがとう。たかしさん貼ってありがとう。お
葵ちゃん星ありがとう、たくさん買わないとなるって。ぜひぜひぜひ、見るよ、保存よ、友達に見せるよとか。あ、3冊を読みますね。これ、こんばんは、こんばんは、だって、こんばんは、こんばんは、だってじゃない、全然だってじゃない。みーちゃんハートありがとう、いぶし銀さんハートありがとう、メランすごい早いですね。ありがたいのよ、ほんと。東京イベントだったら絶対行くだって。待ってまーす。写真集だと、だって、え、情報終えてなくてごめん。え、そうです、私写真集出すんですよ。いなりんさんハートありがとう、イブキックだるまありがとう、あいちゃんハートありがとう、メランさんかわいい、ありがとう。元気が一番さん、え、マイクだ、ありがとう。ガッサンハッタありがとう、アイさんハッタありがとう。ダーホンパフェありがとう。イブちゃんの最強スタイルはこの世に出るのかって、いや、言うてですから、皆さん言うての言うてですからね。ママハートありがとうございます。最近腹筋を結構2週間ぐらいやってるんですけど、全然無理で影すらなくてやめたいもう一人で「うっうっ」って「キー」って言いながらやってるはずなんですけど、やめたいけど頑張ります、みんなシャンのためにハイキックしてる写真とかありそう、ないです、そんなものを腹筋、何、腹筋8つに割るんでしょ、だって。うん、7個ある。あきとさんハットありがとう。腹筋よりくびれよ、くびれだって。ね、くびれ、くびれどうやって出すの。水着脱いじゃうのだって、かわいいやつです。もうね、なかなかあの水着ちょっとって言ってたんですけど、まあそりゃそう、あのなしはちょっとってなりまして、でもスタッフさんも私が嫌だって知ってたから、もちろんその可愛いやつでもキャッみたいなやつにしてもらいますってなりました。ので可愛い感じのはずです写真集だけですね、やるのは。葵ちゃんハットありがとうございます。まっすんさんハットありがとう。こんばんは、こんばんは。ひろたんハットありがとう。なんだ、銀さん、お花ありがとう。パルちゃんハートありがとうございます。そう、もちろんあの運営の方はね、私のやりたいアイドル像というか、いや、アイドル像は私にはないんですけど、これは嫌です、あれはこれならいいですっていうのをたくさん聞いてくださったので、で写真集の方と打ち合わせをした時も結構わがまま私が、あ、これ嫌です、これもちょっと、これもすいません、これもちょっと、とか言っちゃったもんですから、でもそれも叶えてくださって、あれしたいんですよね、あ、これもしたいです、あ、あれしたいです、あ、これ食べたいですとかも検討してくださってるので、どうなるかは私も当日までですって感じ。 HKT は本人の希望を叶えるよね。そうです、もうね、とてもいい会社だと私は思います。ハッシュタグマキュリーへ
ハッシュタグ HKT、 あ、じゃあ分かった、 HKT48 のタグ付けでもしとこうよでも本当に私たちがちょっとでも悩んでたらスタッフさんがご飯行こうかって連絡をくださったり、ちょっとこれ嫌ですねとか言ってたら願いを叶えてくださるというか、まあわがままは全然絶対私は違うと思うので、わがままは言わないんですけど、私的にこれこういう感じがいいと思いますみたいな、これはこっちの方がファンの方は嬉しいんじゃないかなって思いますとか言ってると、あ、確かに、でも考えてみるねって言って考えてくれます、一緒に。いい会社よ。てかスタッフさんたちと仲いいですね。スタッフさんたちもおもろいみたいな、いい会社。本人の意思判なんとかしてくれるんならよかったね。でもそりゃできない時はありますよ、こっちのわがままだったりとか、それはもう市場じゃんみたいな時は、そりゃもう運営の方の考えもありますだろうしって感じですね。それは仕方ないと思う、私は。それはそういう向こうだってさ、私たちをさ、こうやってさ、よくこうやってミスファンの方に届けようとしてくれるので、悪いようにはしませんよ。コンサートもこの子にはこれが合う、似合うだろうとか、この子はこういう感じだからこうだろうとかを考えてね、やってくれるので、新曲の選抜発表いつですか？そうですね、わからないですね。選抜なんですか、選抜ってところで。和夫さん、ハートありがとう。コンサート楽しみだな。え出てる？なんかコンセプトみたいな、テーマみたいな出てるの？ねえねえねえ、出てるって聞いてるんだけどラグがあるというものを知らないやつ、ね、出てるの？あ、そう、文化祭、あ、出てるやん。文化祭やるんです、私たち。イエーイ、超楽しみだわ。楽しみ、文化祭。あれやりますよ、あれやりますよって言ってもファンの方は想像して、絶対想像できないとは思うんですけど、まあ楽しいですよね、うん。昼公演外れてるんですけど、え、サンパレス埋まってるのってことは、喧嘩した文化祭なんだっけそれ、え、子供の卒業式、え、うわあおいちゃん、ペンライターありがとうございます。昼公演カメコで行くよ、だって待ってますね、カメコいっぱい撮ってね。みんなってさ、いぶきが巻き下ろしをしてるのかストレートなのか、どっちの方が好き？あんま私やらないから想像つかないとは思うけど、何にもアレンジしないでね、何もアレンジなしの巻いてるのか、私ストレートか、どっちがみんな好き？あー、分かれるよね。そうだよね、分かれるよね。あ、聞かなければよかったどっちも尊重したいってことで、半分ストレート半分巻き下ろしにしましょうかね、じゃあすごい分かれてるじゃんみんな。ちょっと聞かなきゃよかった、もはやめっちゃ半分半々ですね。うん、聞かなければよかったね、マジごめん映画ちごめんの気分
ちゃん髪の毛染めない、染めたいけど染めれません、染めません。ポポマルハートありがとうございます。あおいちゃんハートありがとうございます。いや投票したらもっとファンの方に申し訳ない気持ちになって半分ストレート半分巻きにしちゃうから無理かも。自分言ったのにやってくれなかったんだけどって思わないでね。本当はどっちもしたいの。髪の毛金髪体型だって、え金髪したいな。ゆうなちゃんに身長抜かされた？抜かされてません。あきとさんハットありがとう。こんばんは。こんばんは。なんか興味きなんかね、最近さいろんな自分の距離が分かんないよね。難しいですね。今日は何時まで配信するの？だって分かりません。田中美久さんが出るとか出ないとか、あーあれ間違いですよ、ただただ間違いだと思います。でもあれですね、前回のコンサートがみくちゃんはお昼が出なかったのできっとそのまんまです、それが出ちゃったんです。そのチュルチュル肌の秘訣普通に知りたい。だって私の肌いいでしょう。そばかし等はあるんですけど、コピペがそうじゃない、絶対完全に。あとはもう寝るだけ。夕飯食べたなって、食べました。切れてたよね。食べました。ちょっとここ赤いんです、今ちょっとだけ。やっぱスマホ画面だからログが見にくいよね。そうなの、マジごめん。みんな全然コメント読めてないのよね、私ね。ちゃんちょこちゃん何食べたの？だって私は今日はスープと煮物を食べました。煮物っていうの、これ煮物なんですかね。なんか適当にちょちょちょって作った煮物ですね。煮物もどきですかね。煮物ですかね。知りません。ちょっとを食べました。今はもうあとちょっと半分もないんですけど、冷蔵庫に保管中。あスキンケア知りたいって言ってたね。持ってきてあげるわ。ちょっと待ってて。帰宅。よいしょ。コウメイさんハートありがとう。よいしょ。配達会の衣装はもう何か考えてる？って何着てほしい？みんな。キュキュキュ。しばらくスタバとか行けないんやない。そんなの悲しい、本当に悲しい。葵ちゃんハートありがとう。お誕生日おめでとうしてた。お誕生日おめでとう。イエーイ。誕生日なの？おめでとうなんだけど。煮物もだけあいぶきちゃんが作ったの？はい、私全部作りますよ。
ピアしんちゃんの演じ服着てくださいだって。あ、でもバッグがあるから確かにね。そして私のスキンケアですね。私はこちら、まずはハトムギ化粧水塗ります。で、ですか、さっぱりです。これ塗りましたら、続いては私の肌、本当に敏感肌の敏感肌の敏感肌なので、きっと誰でも、いや誰でもって言ったら人によって違うと思うんですけど、割と大丈夫だと思います。私はマジで何使ってももうヒリヒリしちゃって、すぐ赤くなったり、すぐ皮がむけちゃったり、すぐ本当にあのもう乾燥ぶわってしちゃったりするので、まずこれです。量が多いのでいっぱい使えます。そしたら次はじゃじゃーん、はい、美肌、これ同じでもいいですよ。化粧水と乳液あるので、これ一緒のものでもいいと思います。私はちょっとハトムギ化粧水が大きくて安い、あの大きい、なんかお得じゃねって思ったのでこれにしました。ハトムギ化粧水なんですけど、あとメイクさんたちがこれ結構使ってます、コットンに浸して、なのでこれにしました。そしてはい、こちらもうちょっとでなくなるので買います。美肌の乳液です。これです。なあちゃん、おんぱありがとう。今日は投票モードで配信してみたやつって、え、なんでなんでなんで、読みやすいの。はい、これです、いいですか。そしたら最後、私はもうね皮膚科にしか行きません。皮膚科しか頼りません。でもこれを言ったらみんな買うかな、買わないよね。買っちゃダメですよ。皮膚科でちゃんと調べてください、調べてもらってください。私の肌にはこれってだけなので、こちらベピオローションってやつですね。これがこれです。最初は痛いですけどこれです。あ、こんなんです。あの本当に一番は皮膚科に行くことです。私は皮膚科絶対行きます。もうす荒れちゃったらもう痛いので、もう何塗っても痛いので皮膚科に行きます。すぐにもう皮膚科に行かなきゃって感じで皮膚科に行って先生に教えてもらいます。葵ちゃん、星ありがとう、お花もありがとう。OK ですか皆様。はじめまして、はじめまして、翔平ハットありがとう。写真集撮影終わったら最初に食べたいものはマック、モスバーガーですかね。あー、美肌は明日も。マック解禁日教えてなって、え、それでも言ったら分かるくない。あ、分かんないか、マックが期間が空いただけなのもあると思う。すぐには多分撮影終わって速攻マックを食べることはないと思うので、まあ一旦マックを食べるときは言います。メールです、メール。メールで教えますね。撮影終わったとかは言いませんけど、何にもそれらへんは言いませんけど、とりあえずマック食べる日は言うね。マック2年ぐらい食べてないって。いびき、あの
今あれ食べたいの、沖縄のさ新作出てるよね。食べたい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 。でもパンケーキも食べたいの。でも唐揚げも食べたいもん。食べたいの。ハンバーグも食べたいの。いやハンバーグだったらちょっとさヘルシーにすればいけんじゃね。豆腐ハンバーグとかにすればニラとひき肉とお豆腐にしたらいいんじゃない。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。ハワイだ、ハワイです、ハワイのやつ食べたいの本当に。あれ美味しそう。ね、お豆腐ハンバーグにしようかな。いや、あのあれ前とかはフェス前とかはそれらへんにしようかな。まあそんなのは前日の気分次第なんですけどね。葵ちゃんうまっ、ありがとう。あ、ロコモコバーガーとかだったっけ、だそれだっけ。なんかね美味しそうなのがあんの本当に。よっちお花ありがとう。モスハ、いやモスバーガーも大好きなのに、武器バーガーが好きなのかもしれない。あのなんだっけ、ベーコンレッタ BLT バーガーだっけ。天神のさソラリアプラザにあるの知らない、映画館のところにハンバーガー屋さんがある、サンドイッチのお店かな、ハンバーガーのお店かながあるんだけど、めっちゃ好きなのに、僕あそこ暇さえあれば行ってる。もしかしたらでもね、でももしかしたら私行き過ぎてるからファンの方に会う時あるかもとか思って。でもハンバーガーにかぶりついてるのめっちゃ恥ずかしいじゃん、めっちゃ恥ずかしいから、ちょっとそう恥ずかしいからみんな来ないでください。えマジで美味しいのあれ、おすすめだよ、食べてみてほしい。私はチーズサンドイッチも美味しいんですけどね、あれ。あー美味しそう。あそこボリュームあって美味しいよねって、え美味しいよね、ポテトが美味しいのさ。えとりあえず私バーガーが好きなんだと思う、バーガー作ろうかな。アボカドバーガーが好き、わかる、美味しいよね。目の前にボンダッシュされた方が恥ずかしかったらその話はやめてください。私はアイドルなのに目の前をもうダッシュしてたんです、ファンの方がいるって気づきながら。しかも私足遅いからもう追いつけなくて、マネージャーさんたちにいぶきとレイヤー遅いっていうねだからファンの方だと思う、えみたいな感じ、いやー恥ずかしいとか。ちょっと私は結構速いスピードで走ってるつもりなんだけど、歩いてるファンの方の方が、あ歩いてるファンの方とそれは差はできますけど、そんなに差はできないっていうね。もはや歩い50メートルなんで、私10秒なんかです。意外と早いです。え、どうだろう、どっちなんだろう。え、遅いんだよ。いや、私本当に、あ、違う、中3の時に最後の50メートル走の時にもうどうしても10秒切りたくて、絶対10秒切ってやるっていう感じでみんなに応援されながら50メートル走を走ったんです。そしたら 9.58 とかで、嬉しすぎましたね。え早いじゃんって、早いじゃんとか思って、お家に帰ってお母さんに、え聞いて聞いて聞いて、ゆうきさん10秒台切ったって言ったら、長女が、お真ん中のお姉ちゃんは早いのよ、7とか出すんだけど、ピッピ早いんだけど、ネネはいぶきより遅くて 50m 走11秒とか12秒内なの。いやどういうことって感じすぎるじゃんだからもう醜い争いみたいなもんなんですけど、ピッピ、ネネといぶきは、えっ10秒切ったの結構すごくないみたいな会話して、すごいみたいな、えいぶき早いんよしみたいなテンションだったけど、ランピッピが、いや2人とも遅すぎやろって言われました。で全力疾走ってなんか全力疾走でその秒数ですよ。私に本気じゃない時なんてないですから、恥じらいなんてもうね、中学校なんてねどうにでもなれ感覚なんだ、恥じらいなんて何一つないです、もう寝癖で全然いける。
LINE は既読スルーされたら怒る。え、内容によるかも。質問ハテナがついてる気は返してほしいかも。私が早いから連絡は意外と。ブーは持久走が得意でしょ。はい、私は持久走派です。持久走は一番でした。すごいぞ、いぶき。あおいちゃん、音符ありがとう。いぶきっかハタありがとう。福岡市民さん、はーおー星ありがとう。シャトルラン得意だったら、うん、シャトルラン得意なのよ。いぶき運動神経良さそうなイメージ。うん、よく言われる。みんなから言われる、それ。私よく言われるよ、運動神経良さそうだねって。でも違うんだってよく言われる。私よくない？それはさ、偏見だよね。見た目で人を見た目で決めてるよね。ダメだと思わない？そう思うよね。ダメだよね。ひどいよ。私かわいそうだもん。とってもとってもかわいそう。だって別に私運動神経いいですよなんて言ってないんだよ。運動神経いいです私なんて言ってないのに勝手に期待されて勝手に期待されて運動神経良さそうなのに、ゆきちゃん運動神経悪いんだって。いや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 、ふざけんなよ。私最初から言ってないから。じゃあそれ何、最初から私運動神経悪いんですよとでも言えばいいってこと？そしたらみんな誰も期待しないよね。あ、そうすればいいんだ私。あ、そうだそうだ、今度からそうしようっとね。そしてなんだかんだちょっと良かったら良かったで、え、運動神経いいんじゃん。テストとかで私勉強してない、一緒に、点数悪い点取ろうねとか言って、あ、勉強できちゃうタイプなんだって思われればいいんだ。そういうことだよね。え、怖い。人間ってそうやって誰でも偏見しちゃうからね。わかるよその気持ち。わかるわかる。ところで渋いってさ、運動神経悪そうだよね渋いって運動神経悪そうだよね。うん、わかる。渋いじゃない、ざわち、伊沢、運動神経悪そうだよね。けどめっちゃいいって知ってた渋いじゃない、伊沢さん、え、めっちゃ運動神経いいって知ってた。ギャップじゃない、さすがに。ざわち、逆上がり何回連続でできんの。私鉄棒から降りれなくなって落ちた。今度動画公開します。すごくない？ゆうきに逃げ足が速そう。あ、よく言われてた、学校の先生とかに。逃げ足だけは速いねみたいな。逃げ足は速いかも。うん、いぶきは運動神経いいの？え、ねえ、さっきの話聞いてた？良さそうに見えるんでしょ。また私運動神経良さそうに見えるって言ったんでしょ。そういうことだよね。別に良くないし、私最初からいいですなんて言ってないし、良くないから。ふん、逃走中です。え、出たい、逃走中、出たい、よいスタートで、えっ、って捕まりそうだよね。え、でも出たい、超出たい。ゆうなちゃん運動神経、ゆうなちゃん運動神経良くない、良くない、絶対良くない、良くない。ミッションやろうとしても捕まりそう。でもいぶき意外とそういう運とか持ってる可能性あるから、ちょっとできそうな気しちゃうんだよね、何かと。あの、私前一番私これ出たいっていう番組があったの、もうなくなっちゃったんだけど、その番組めっちゃやりたかった。かえちゃん風呂上がりかい。私かえちゃんじゃないからね。いつになったら覚えるの？いつもいつもさ、いぶきだよって優しく前まで言ってたよ。でも毎日毎日かえちゃんって言われてさ、私いぶきなんだけど。今日も先生に石鹸がいぶきって書いてあるんだけど、先生なんだか知らないけどいつもいぶはって言うてるのに、なんか知らないけど私のこと楓って読み間違えた。漢字似てるよ確かに。てかもうもはや一緒だよ。でもいぶきだから私知らないもん。いつも本当にもう5年6年目だよね、私もうちょっとで6年目ぐらいになるけど、今まで先生にイブはイブ
イブイブだったのに急にゼッケンをつけた瞬間楓呼びされた。どういうこと？私の顔忘れちゃったの？勘で覚えてたってこと？先生は面白いんです、本当。本校のジャッキーさん、旗ありがとう。いぶき頭おかちい役やりたいな。お芝居演技のお仕事待ってます。私福田監督のね映画にね出たいの、一番出たいの、福田監督の映画に呼んでください。本当にもうどの作品より私一番出たいんです。私向いてると思うんです。お願いします、私を出してください、何でもやりますからって感じです。お母さんにね、ミクちゃんが出るよね確か映画。そうミクちゃんが出るのさ。でお母さんがねスクショ送ってきてね、えいぶきが出たかった方のところってスクショ来てたから、えそうだよって、私が出たかった方の、出たい方の作品だよって言って、もう家で福田監督のドラマ映画見て出たい出たいって言いすぎて、お母さんも覚えてました。あのねこの前私お姉ちゃんに感動した話があってね、どうしても1万円を払わないといけないことがあったの。それはもう私が決めたことなんですけどね、どうしてもまあ1万円を払わないといけない時がありまして、でも1万円ってさ結構でかいじゃん、私からしたら結構大事じゃん。1万円ってなりながらも、でも払わないといけないので、まあ、先輩だしとか思いながら、でも先輩とはいえ出すよってはなったわゆえってやっぱなっちゃうわけ、心は玉一個みたいにそうってなってたの。それはねお母さんとお姉ちゃんにこの前話しててね、分かってるんだけどさ1万円かって思っちゃったんだよねって言ってて、それは私がいいのいいのって言ったから全然いいんですけど、いぶきは先輩になったとか言ってたの。そしたらお姉ちゃんが、あなるほど、まあそりゃそうやねって、大きいよね1万は、じゃあ楓が半分出しちゃうかって言ったの。え姉マジとか思いながら、えすごくない、えそう出したよ、出したの、それ出しますけど、姉が、あのえじゃあ5000出しちゃうか半分って言ってくれて、え長女と思って、さすがだやっぱ八甲園の姉はちげーと思って、すげえねねと思って、なんか感動しました、尊敬した。はい、でもそれは私が決めたことなんで、いやマジで大丈夫、それはもういぶきが出すから大丈夫って言ってもらいはしなかったんですけど、パッとそれをいいよって可愛い妹のために言ってくれて、いやさすがに感動しましたね。なので今日 LINE スタンプ買ってもらいました。はい、そしたらランもピッピも買ってもらってました。はい、いい姉を持ちました私たちは。だから今回の1万円はもう全部自分で出したので、ちゃんと自分で決めたことなので、だから言いました、美容室行くときに半分出してって、出してくれるといいです。はい、待ってます、返信返信待ってます。
え、名前言ってた私マジでごめん、え、言わないで言わないで、誰にも言わないで、名前言っちゃった。またもうさ癖だよね。だってさもうこの19年間さずっと呼んできてたわけ。そりゃふいっと喋るエピソードトークするときに出ちゃうよね。だって私全部思ったことショールームとか知らずに言っちゃうもん。ショールームとか知らずにって何って話なんですけど、ゆいちゃんの19歳の目標頑張って自立する。私自立あのみんなが思ってるよりしてます、ご安心を。ピッピとネネがもう意味ないぐらい言ってて、おい笑い、おい笑える、うまそう、おい笑える。結局誰が一番運動神経いいのって、あ、お姉ちゃんの中でピッピですかね。ピッピかな。いぶきって意外と自分でできること多いイメージ。あ、いぶきめっちゃ多い。みんな思ってるより私結構しっかりしてますからね。全部私全部自分でしてますよ。知ってた？お父ちゃんとお母ちゃんとうちに頼ってないよ、思ったより。それは頼る時もありますけど、ご飯も作れるてか家事ができるでしょ、そもそも家事全部できる、あの道も迷わない、予約も自分で予約、誰かメンバーとかと行く時も私がする、まあもろもろやってます、自分で。あいちゃん、アンパリゲタ。いぶきが運転してるところだけは本当に相続する。え、わかんの。わかる。運転怖いよね、いぶきの。わかる。ピエンピエン。ね、最近ね、にゃははって笑うのやめたい。なんかさ、やめよう、みんな。し、声でかい。隣の人に怒られるよ。ゆびちゃんって石橋を叩いて割る性格つく性格なんだよそれ。え、トイクマ、これはウサギ、ありがとう。帰宅したのかな。可愛くて運動もできるの押せる、押す。可愛くて運動もできるだからささっきから運動もできるとは言ってないって言ってるよね。何が私が運動できる要素があるの、言ってみなよ。じゃあ何が私運動できると思う。何もできないから。足も遅い。球技も無理。え、何ができるの？てか運動ってそもそも何？縄跳びもできない。できないじゃん。運動神経悪いじゃん。何なの？喧嘩売ってるよね、それ完全に。あ、もういいわ。はい、ブロックブロック。ブブブブっとな。よし。まだバイト先疲れましたって。バイトバイトー、どこバイト何してるのみんなバイトしたことある？みんなって泳ぎはできませんけど、泳ぎはい、あの浮くことすらできません、プールに。え、何ですか、なんか文句でもあります？それでもダメですか？何メートル泳げる？え、ピッて背伸びして1人目2メートルも行きませんけど、沈みます、その前にピューって背伸びします。結構息苦しい苦しいと思いながら、あけ伸びですか、あけ伸び、あけ伸びね、ビューって行きますやん。よし、あやぐぞ、パタ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 ってすると沈むので、よし進ん、でも目も開けられないから、よし進んだらだろうと思ってパーって思って足をついたら、え2メートル、え全然進んでないんですけどみたいな。だから私はいつもテストの時は一番最後にされてました。なぜなら泳げないから、後ろの方詰まっちゃうから、みんなある程度泳げるの。途中まで一旦しついて、あじゃあそこで記録、よし歩こうって行くんだけど、もうバタバタで進まないから、壁がないから毛伸びもできないの。もうで、ふと私も2メートルからねこうやって歩くしかない。助けられましたよ、友達に。
だってこう中学校とこうなってるから真ん中足つかないもんですから、溺れかけ最高でしたよ私。常にみんなから見られるの一番恥ずかしいよね。一番最後なもんだから、終わってる人は終わってるで座ってるもんだからさ、みんなに見られるの、こっちからもこっちからもで沈んでいくんだよ。息継ぎしたらもう沈むんだよ。息継ぎパッてしようとしたら口に水が入るんだよ。かわいそうだよね。かわいそうです。ちなみにネネも泳げません。鉄棒できない、できませんけど逆上がりできないんです。前回りしかできないです。前回りも怪しいってこの前アキちゃんたちに言われました。ひどくないですか、前回りできないって何事ですか。あのアキちゃんに補助ありで逆上がりを試したんですけど、それですらできませんでした。足パタパタもがいてるだけ、鉄棒で。どういうこと、逆に私が何ができるのかな。もはや、あー運動神経良くなりたい人生でした。なんかさ運動会とかでさ何ができますか。何もできない、何もね、飛び箱飛べないですよ。悲しい。なんか私ってこんなに思ったよりできないの多くない。マット運動もできない、どうしよう、恥ずかしい。スキップできる、かわいそうになってきた自分が、あまりにも同情する。でも一番好きな教科体育、なんでみんなからなんでって、うん、体育1じゃないよ、2、やる気はあるから加点されるの。でも技術も筆記も点数悪いから1。でもやる気、一番好きな教科は体育。どういうこと、本当に本当私って面白い。サッカーも厳しい、あサッカーできないです、できないです。何ですかサッカーって、手触っちゃいますよ私、こう投げるよ。アミアミのところ投げるからね。こんばんは、こんばんは。野球は、あ野球できるわ。野球は得意かも。釣りとかは釣りできるのかな、わかりません、やったことない。ドッジボールは、ドッジボール大好き。はずおさん、ハートありがとう。釣るのは得意ですか。あ、ファンの方を釣るのは得意です。何でも、ん？何？何でもできるように見えるところはイブちゃんにとってどこ、どうやったの？ん？何でもできるように見えるところはイブちゃんにとってどうやったの？どういうこと、どういうこと？何でもできるように私見えるってこと？え？超嬉しくない？だって隠せばいいだけでしょ？私ができないこと。え、めっちゃいいじゃん。イメージだけ上がるってことでしょ？バレなければこっちのもんじゃん。いいじゃん。遠い、かっこありがとう、星もありがとう、見事に釣られました。だってポジティブすぎて好きだって、え、だってそうじゃない、プレッシャー感じない。よプレッシャーは感じません。だって勝手に期待されてるもんですから、私が最初からできますとかやれますって言ってるなら、え、なんでできんのってなるかもしれないけど、勝手にえ、できそう、え、絶対できんじゃんとか思ってできない。え、なんでできないのって言われたら、え、私できるって言いました、え、言ってないですよね、じゃないですかね。そういうことですよ。よっちー、だるまありがとう、香港のジェッキーバラありがとう、あおいちゃん、マイクありがとう、初見です。だってかーくんありがとうございます、しちゃん
あ、ひしちゃんじゃなかった、スイムちゃん出てきたって。そうでしょ、そうだよ。ニョッチーだるまありがとう、フランスハートありがとうございます。髪の毛乾かしたくない、まだ濡れてるよねって、ちょっと撮ってみよう。あ、もうびっしょじゃん。こりゃダメだ、こんなびしょびしょなことある。ダメですね。わあ、うん、入れましょう。無理です無理です、こんなの。七日には言わないでください、明日乾かしたって言っとくから。ちゃんと昨日乾かしたんだよって言っとくから。1週間休みあったら何する？家族旅行行く。えい、どこ行きたい？北海道、沖縄、韓国、ベトナム。トラちゃんが寂しがるじゃん。だってトラちゃんはせいせいしてるで、多分一人時間の方好きだから。髪だけ調子で乾かしてないの分かりそうだって、やばい、バレるってこと、要するに。やだ、バラさないで、みんな二の腕痩せたいの、ぷよぷよ。はい、これでもう寝ます。今日はあおいちゃん、お花ありがとう。 MJ さん、マイクありがとう。トラを連れて旅行に、え、全然行きたい。トラってでもね、移動がダメだから多分ダメです、ストレスで死んじゃう。寝てた、おはようだって、おはよう、えい、おはよう。海外行くならやっぱりヨーロッパ、韓国かな、韓国行きたいですけど、あれも行きたいです。イブさんごめん、推し変しそうだったって。誰に？私以外にってこと？ヤクさんかわいい、ありがとう。誰に？みんなって推し変すぐするよね。いいもん、私だけ一方的に好きで、どうせみんな推し変すぐして息吹が悪いって感じになるんでしょ。あゆむちゃん推し変しましょう、それはもう。俺は絶対しないと。本当かな、私はしない。本当？みんなそう言ってね、私ばっかみんなのことを一途に思って。でもみんなも結局何人も何人も女がいるんでしょ、他に。そうだよね、他にいろんな人に、いろんな違う、私以外の違う女に可愛いとか好きだとか、ずっとなんとかこうちゃらとか、ずっとなんか大好きとか言ってるんでしょ。そういうことだよね、それ浮気なんだよ。どうせ私のことなんて好きじゃないんでしょ。そうなら早く言ってよ。私のことだって最初から思った子いないんでしょ。あ、ココアが、あ、思っていないでしょ。いいよ別に。はあ、楽しかったな6年間のかかんなきゃ。え、キモいんですけど、見て、え、ちょっとキモいこれ。見て、振られる女役、うん、いろんな役やりたいから、いろんな話題、いろんな役やらせて。ツインテールにしてみました。今日はこんな感じ。なんとこの髪の毛視聴者プレゼント、いやいや結構量あるし、やだよ、あげたくないよ。
直そう。よいしょ、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 はい、オッケー。あれ、え、なんだこれ、え、え、怖い、もうやだ。今、見に来たらおしめしすってた、おはようだって。当たり前じゃん、種類に決まってるだろ。あきとさん、お疲れありがとう。間違えた、あ、うん、お疲れありがとう。ワイは推し編せんで推しましやで。推し編、推しまし、あ、わかった、わかったわかった。みんな、え、すごい。推しましは結局は浮気よ、浮気で、推し編は別れて違う人のところに行くってことね。はいはい、そういう見分け方します。今度からいいですよ、別に。どうぞどうぞ、行きたいの行ってください。どうぞご勝手に行くって感じで。いいですよ、別に。浮気したいならどうぞ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 。イブちゃんに働く細胞に出てほしかった。私ですか。推しで来た方はどうしますか。推しで来た方、え、もう大好き。もうやっぱ私のこと好きな人が一番好きですよ、そりゃそりゃそうじゃないですか。当たり前ですよ、そんなのね。そりゃ最優先しちゃいますよ。し、あれが入ります、私の気持ちが。やっぱ私のことを好きって言ってくれたら私も大好きになっちゃいますよ。まあ HKT ファンの人のことはほぼ全員好きなんですけどね、それは。でもやはり私のことを好きでいてくれる人はもっと好きです、みんなより。もっともっと、もももももも、もも食べたい、めっちゃもも食べたい。え、ね、あのさ、ももとさ、なんかチーズ、なんかさ、モッツァレラチーズかな、なんかあるよね、おしゃれなさ。誰か教えて、なんかあるよね、それ美味しいの。ふは DD の人はダメでしょうか。え、全然ダメじゃないです、私。だってみんな可愛いもん、わかる。私ももしもファンの立場だったら、この子が、レッスンしてくれた、この子私のこと見てる、好きってなるもん。当たり前じゃん、いいじゃんいいじゃん。推しマシ、推し編はダメでしょ、推し編はダメでしょ。おしましは許しましょう。あれ美味しそうよね。わかるね、美味しそうだよね。モッツァチーズの組み合わせあんの。え、そう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 、あるの。モッツァレラカプレーゼかな、わかんないや、ちょっと難しいな。モノカプレーゼかな、なんか美味しそうなの、本当に。とにかく葵ちゃんハートありがとう。表情豊かだなって、表情は豊かですかね。私ね、いぶきね、絵文字に似ててね、ちょっと待って、絵文字に似てんのよ。絵文字ってこれ言ってんのかな。絵文字で絵文字に似てるからちょっと見てほしい。絵文字に似た口できるから、ちょっとテロップに貼るから待って。ちょっと待って、今ね、あった、この子。え、出てない。あ、この子見てて、めっちゃ似てない？ちょっとブサイクすぎるけど。めっちゃ似てない？ねえ、似てるよね。ゆいき自分でびっくりしちゃってさ、もうやだと思って、なんでこんな顔しちゃうのと思って、もうびっくりしちゃったの、自分でやってて。リハの時に、みたいな顔した時に、なんだかして、ってした時にびっくりするぐらい、似てて、え、なんかこれ見たことあると思って絵文字調べたらいたのよ、私が、私の口がいたの、びっくりした。
表情筋私すごいんかもしれない、もしかしたら、そう、ピグレットにもそっか、何ピグレットって、ね、さっきもなんかピグレットって言ってる人いた、え、何私ピグレットどういうこと、声がどういうこと、ピグレットって何、誰かもなんかピグレットって言ってたよね、ピグレット、それ褒めてなくない、今ピグレットの顔やってる、ピグレットレス欲しいです、え、ピグレット、これ、え、このレスいらないでしょ、誰もまず誰も嬉しくないよこんなブチャイク顔、これじゃないでしょ、こっち、これ違うよね、これピグレットじゃないよね、え、私ピグレットしたことある、え、初公開じゃないこの表情、え、私どっかでやってた、え、どういうこと、口をね、こうやって下げることもできるよ、すごいでしょ、みたいな顔して指さす感じ、え、これ誰も求めてないよ、これ照れ隠しの顔やって、とかどう、保険の授業も苦手、うわめっちゃ苦手だった、めっちゃ点数悪かった、それももはや言って、だから私になった、体育のやる気が高かったんだ、これ得意そう、あ、得意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 、ちょっと待って目薬があれば、ちょっと似てなくない、ピグレット今流行りってかバズった、どういうこと、ピグレット私バズってんの、どういうことなわけないよね、アヒル口もできる、こんな感じ、これはできそう、これは意外と誰でもできんじゃない、シューさんはたりと、ヨッチーはたりと、みんなはどの表情が好きなんですかね、一体、でもね、いぶきの泣き顔が好きって人も何か知らんけど多いよね、どういうこと、泣き顔好きってどういうこと、あのパン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 アンパンマンが、マリアちゃんがアンパンマンって言ったこと絶対に忘れない、泣かないって決めたもん、もういぶき泣かないんだから、アンパンマンなんてみんなに思われたくない、だっていや、アンパンマンはアンパンマンだから可愛いじゃん、でも私は人間だから、アンパンマン、人間のアンパンマンって可愛くないじゃん絶対、やだもうと思うので、もう泣かないことにしました、みんな共感してたでしょ、ちょっと正直、アンパンマン、アンパンマン泣き顔、ちょっとなんかみんな、確かに確かに似てるみたいな反応だったよね、似てないけどさ、こっちはあんまり、確かそうだったよね、怒るよ、ガシャん、ダルマありがとう、コンサート来る人、鼻めっちゃ赤くなるやんとは思ったよ、だって、え、泣くとき、私ガシャん、ダルマありがとう、なんか自分でもでも、もう私って泣いてますって顔してるよね、もう泣き顔って顔して泣いたら昼夜どっち、みんな、なんだか私泣いちゃってますみたいなさ、もうザ泣き顔みたいな泣き顔しちゃう、ね、でもね、泣くのを我慢するとここもってなるの、ここがクン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 なっちゃうから、そう、耳痛くなるし我慢する、
こんばんは。こんばんは。泣く前にちょい笑って何とかしてるのも好きだって。え、笑ってるってめっちゃ怖じゃん。何それ、私そんなことしてるの知らない間に。あおいちゃんハートありがとう。おー、みんないっぱい来ますね。思ったより TikTok またよろしく出します。最近メイクをしてない、プラス撮る暇がなかったという感じなので、ちょっと時間を探し探し撮りまーしゅ。エルさんハートありがとう。最近いつ寝たっけ。わかりません。イブさん表情豊かなのマジ好きだって。やっぱみんなはなんだかんだ表情豊かなところが好きなのかな。でも私ってそんな表情とかかな、ちょっと自分では思わないですよね。はいはいはい。この前ハイタッチ会つけてた香水何、サンローランです。みんな気づくんかなよって。でもね、自己満ですよね。結局気づかれなくても香水をつけました、私。え、でも香水匂いしたかな。サンローランでした。神様、彼が私よりかわ…あ、いぶきが取ろうとしてるやつ、今一番。神様、彼が私よりかわいいでしょ。これ私が一番撮ろうとしてるやつ今。なんで先言っちゃうの。もういぶき今撮ろうと思ってたのに。知ってたもんその歌、撮ろうと思ってたもん。なんで先言うの。いぶき撮ろうと思ってたのに。あおいちゃん、ペネットありがとう。でもね、たまにもう私もファンの方で香水つけてる方いるんだけどさ、私マジで鼻がいいの。めっちゃ聞きたくなるもんね。え、どこの香水って。はい。キュルリンってしてみてのね。あのさ、みんなさ、私が取ろうとしてるのお願いだから言わないで。お願い、お姉ちゃんから送られてきた、全身これで取ってって。キザキュルリン、そうなんです。ゆらゆらミラージュとし、お、ちょっとあれ送ってください。 URL。 こんばんは。こんばんは。秘密中だよ。何その言葉。うえかずおさんハートありがとう。すっごくいい香りしてたよ。だって私好きな香水の香りはどんなの。私はバニラ好き。え、さっぱりしたのも好きだし、洋服に合わせてやるかもしんないな。香水買いたいんです私最近。また香水買いたいです。お姉ちゃんに買ってもらいます。嘘です、自分で買えって言われます。なので頑張って貯めます。え、何、アナンダーさんハートありがとうございます。今年祭りって行ってないの。浴衣買っちゃったの、行こうと思って。そしたらリハだったの。リハだったし東京だしみたいな、行こうと思ってた日東京だったの、もうすでに。なのに私買っちゃったの、可愛い浴衣を。絶対着たい、どうしよう。どっかなんか福岡ない。福岡じゃなくてもいいんだけど、福岡だってないよね。どっかない、マジで。え、めっちゃ行きたいの本当に。いぶき義手で香水言ってたよね。香り覚えてる。覚えてる、てか持ってる。まとめしたあと、いぶきのなんだろう、匂いかなするって思ったらオイラの手だった。どういうこと、同じ香水つけてたってこと、まさかの。今度どこ、なんとかで花火大会あるよ。だってどこ、あーみんなどこ、どっかなんかよくわかんない感じのところを言ってる。みんなどこそれ教えて。ちょっと後で、優しい方は、優しい方は DM で
お待ちしてます。私覚えれないと思いますのでね、 DM で教えてくださいってことで、ね、メイの浜いつ日付なんだろう。浴衣着れるような花火大会がいいですね。なんか近所のとかなしですよ。近所のとかはいないので。あ、ほうじょえね。でもほうじょえって浴衣着ていくもんじゃないね。8月15、え、無理じゃない。え、8月15日がメイの浜、8月10日おごりえめ花火。え、そう、8月10日無理だったの。行こうと思ったの。おじいちゃんとかなんかちょっと行けるかなとか思ったんだけど、え、メイの浜が8月15日だの。え、メイの浜の花火大会ですか。花火大会メイの浜、花火大会なんだ。え、広い？でかい？結構大規模。8月15日か。ちょっとダイエット終わってねえな、それは。ピエ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 。あ、でもキュウリの一本漬けでも食べようか。福岡城でもナイトマーケットあるようだ。何ナイトマーケット？それ浴衣切っていけるやつ？何それ。え、ちょっとみんななんか情報詳しくない？私が知らなさすぎるだけかにゃ。だってみんな今年私の浴衣見たいでしょ？と思って今年新しいの買ったの。またかよって。もう買ったのまた新しいの。やっぱ同じのファンの方にはちょっと見せたくないみたいな。いやいや、たまに着るのは全然私はいいんですけど、夏時期のお祭り系で同じのはちょっと、どうせならみんなに違う浴衣を見たいと思って新しいの買ったのさ。そしたら着れる予定ないから見たいでしょ。リール撮ろうと思ったのけど、察して、もしもリール出なかったら頑張って極力撮るからさ。ちょっと私今携帯スマホでやってるから、スクショとかでき、スクショ、スクショすればよかった。あ、でも分かんないから、マジで情報分かる人は DM で教えて、よろしく教えて。花火大会にじっといぶきの顔を見て、いや、いぶきの顔なん綺麗だからって言いたい。え、花火見てください。気まずくない？そんなことあるんかな本当に。え、こうやってわー花火だーって見てるときにこっちからこうガン見されてるってこと？え、って感じってこと？怖くない？わかんないけど、そんなもんなんか花火大会って。腕立て伏せ何回できる？私0回です。1回もできません。筋力ないのせーのあ、ちょっとだけせーの。どう？いいじゃん。推しが花火みたいなもんやしな。あ、でも確かにね、ファンの方は花火より私の方が見たいよね。そんなこと言うなって。え、でもね、確かに私のことも見たいよね。ハイタッチ会って石田おちゃん、いや、あのね、福岡ね、長かったね。ハイタッチ会喋れた喋れた、びっくりした。楽しい。あ、そうだよ、ハイタッチ会とオンライン握手会などなど来てください。本当に頼む。私全部数です。全部数なので完売できるといいなって気持ちなんですけど、無理なくで本当に大丈夫なのでぜひ来てください。待ってます、待ってます。対面マジいけないから仕事中のオンラインのみ参加するので、でもでも本当にありがとう、待ってるね。入った時からいぶきは3人目だったから話しやすかった。3人目だったから、へえ。
あ、そう。関東の時のなんとかのネタ並みになんとか剥がれたわ。ごめん、全然わかんなかった。ソフトテニスさん、ハートありがとうございます。追加するだろって待ってます、ありがとう。無理なくパチパチ参加するだろってありがとう、待ってるね。こんばんは。こ、あ、3番目って並びが、あ、そういうこと、ごめんごめんごめんそう、3番目にいることが多いかも。個別先すぎて辛いだって。大丈夫だよ、あっという間だよ、この日に、あの人間を送っていたら。そう、人間やってたらあっという間ですから、頑張ろう。ブーも早く会いたい。魚さん、お花ありがとう。なんかやっぱみんなとお話しするとさ、なんか元気もらえるんだよね。なんだろうね、自信がつくっていうか、なんかみんながあまりにも私のことを褒めたぎってくれすぎるから自信がつくというか、自己肯定感が上がるというか、なんか幸せな気持ちになって幸せになる。本当にありがとう眠くない、ちょっとキキキキキキ、暑すぎて人間やめたくない、 やりたくない。え、わかんの、暑いよねマジで。でもちょっと私今寒いと思った。フランフランのさ、フランフランのこのミニ扇風機買ったんだけどさ、でも私あんま使わないんだよね。お散歩行ってきたのにまだやってた。え、待って、今何時、私何時、え、11時に終わろうかなと思ってるんですけど。サンリオの生写真入れたいからしいって言うなら、うわ、黒み、黒みで、え私1時間だけだったんだけど、するの無理、も寝なきゃ思ったより長くやっちゃってた。私喋りすぎてる、完全にもう寝なきゃね、見たくなかったこの時間、もういいか、もういいよね、別に気にしなくていいってことだよね。じゃあなんと手遅れですね、12時までやりましょう。じゃあはーい、髪の毛乾かさないといけないしね。あ、大丈夫です大丈夫です、私乾かさない方、なんか乾かさない方がいい気がする、私はね。はい、明日何食べようかな、お腹すいたな。でも今日作ったスープがまだ余ってるから、なんか梅流しスープってやつを作ったの、作ってみたの。お味噌汁じゃない、大根とだしと梅を2個ぐらいこう潰して入れてお味噌を入れるのと、朝はそれにします。私の朝ごはんそれで、そしたらもう多分お鍋の中なく、あのもうなくなるんで。お昼は煮物がラスト残ってるので煮物持って行って、え、そうなの、断食後に食べるやつかと思ってたって。え、そうなのそうなの知らない知らない、そうなの。え、どういうこと、じゃあ今食べても何も効かないよってこと、そういうこと。いぶきが髪乾かしてません、最上の中って書こうかな。やだやだやだ、女の中に怒られる、女の中に嫌われたくないの、私女の中のこと大好きなの。ビーン、胃に優しいってことだよ、だって。え、じゃあ痩せるわけではないってことかな、もしかして。まあいい、明日、まあまあまあ。で、夜はトマト、昨日、今日トマトとシソと
キュウリを買ったので、それを使って夜ご飯それにしようかな。サラダです。白だしとごまでも入れて、ごま油入れちゃおう、大好きごま油。いいじゃん豆腐納豆キムチ。あ、豆腐も納豆もちょっとあんまり好きじゃない、でも食べる。納豆あと1個食べたら3個食べる。食材自分で買ってんだ。そうなんです、全部全部自分です。今サラダにはどんなドレッシングかけるだって。私はごま油と塩コショウ、オリーブオイルとかもいいらしいですよ。ごま油と塩コショウとお醤油、シャシャか青じそです。ヘアオイル何使ってる？ヘアオイル持ってません、すいません。持ってないんです私ヘアオイルも。もうちょっとしたら髪の毛意識したいと思います。まだ、まあ、まだ、はい、リキさん、リキさんハートありがとうございます。マジだって、何がマジ、何に驚いてるの。な、青じそめっちゃカロリー低いんですって。染めてないから大丈夫だよ、痛まない。そうだよね、染めたら痛、染めたら大根のかつらむきできるんですか。かつらむきってあのこうやってやるやつ、丸いやつできますよ。ブートの配達の映画続いてましたって。楽しかったね本当に。明日はそうめんにしようかな、冷やし中華風そうめんがいいかな。え、美味しそう。なんかね、ごまとしそと梅とごま油と何か入れたら美味しそうだったよ。なんかネットで見たんですよね。私は早くつけ麺を食べたい。なんか家でつけ麺作れるんですって、それを食べたい。あとかしわご飯を作ってみたいの。ずっと作ってみたいレシピっていうか、かしわご飯がレシピを教えてもらってスクショ残ってるんです。それを早く作りたいんです私は。もうちょっと、しそ入れたらおいしいそうだね。ねえうるさい、今ちょっと面白かった。ざわしにはしてってあげよう、しそ。え、これさ、しそ入れたらおいしいそうじゃない。え、めっちゃ面白い。え、ちょっとスクショしたか。めっちゃ面白いこれ。おもろいな。ハイタッチ慣れてなくてハイタッチするの忘れるの。え、そう、みんな忘れるの。ハイタッチ。お、それはそうです。そうなんです。それです。シソ入れたら美味しいそうだね。って明日でもお弁当の日かな。めっちゃおもろい。コンサート行くか迷ってるけど行った方がいい、絶対に行った方がいいと思います。楽しい、楽しそうだよ。楽しいし、私初めてのことやるし、自分もまた目出しの時忘れてた。え、そう、みんな忘れんのだから、え、待って待ってってなる。石橋ぶきちゃんだけほっぺたっち会がいいかも。やだよ、痛いじゃんそれさ。お腹すいた、お腹すいた、嬉しい。お腹最近ずっと空いてなかったんだよね、嬉しい。お腹すいたって思えるのが。てんてんてん、初めて行った HKT のイベントだったけどめっちゃ幸せになったって。え、マジでこっちも幸せな気持ちになった。炭酸飲んだらお腹満たされそう。でもね、炭酸飲料は飲めるんですけど炭酸水は飲めないんです。ピエン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 、
まるみさん、だるまありがとう。栗山さんの TikTok にちょっと出てきた息吹おもろかったって。そう、ずっとあの日横にいたので楽しかったな。まあ、横にいるって言ってもステージが始まる前までしかそういう時間はないんですけど。お疲れ様ですって言って、お疲れ様です、こんばんは、こんばんは。あなたはこの時間帯に配信できるのねって。そうなんです、私もこの時間帯で配信できちゃうんです。いえいえいえ。リハで動く以外にも運動してたりする？最近は私いつも朝ギリギリで起きて家を飛び出し、家を飛び出してからギリギリ、まあ、寝れるまで寝て準備をやって速攻出てたんですけど、いつもより30分ぐらい早く起きて、あのソーラン節を踊ります。ソーラン節となんか違うダンスを5分踊ります。汗かかないから効いた気しないんですけど、でも足がめっちゃ筋肉痛なのよ。でリハで全力で踊ります。あ、でそれをしたら朝ごはんするの。ソーラン節となんか違う5分のダンスをやって朝ごはん食べて、まあ、準備して家出て、リハやってバリバリ頑張って踊って、やせらーって言いながら、七香に横でね、ダイエットですかって言われたそうですって言って踊って、帰ってきたら速攻ご飯作って洗濯して、洗濯回してる間にご飯作ってご飯食べて洗濯して腹筋を2つやって、2パターンっていうの、2パターンやって寝ます。ネットフリ見るか。でも今の期間はダンス覚えなきゃだったので、もう私も全部覚えたので、今日はもう寝るだけ。昨日まではその後にダンスをやってたんですけど、早起き苦手なんだけどどうやったら起きれるって。え、私アラーム鳴ったら速攻起きれる、もしくはアラーム鳴る直前に目覚めちゃうのでわかんないかアラームを私かけ、ま、間違えない限り、かけ時間を間違えない限り、あの寝坊したことないので。朝にラジオ体操とね、ラジオ体操ったら本当に効くの？誰か教えて。なんかみんながさやっててさ聞いたさ、ダイエット法ないの？ひろたん、お花ありがとう。はい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 。朝に会うと何とかが良くなるらしいだって。じゃあ明日の朝追加するわ。マジラジオ体操すればなかなか鍛えられるって。え、ラジオ体操しようじゃん。ラジオ体操とソランブスとカキ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 やろう。そうしましょう。おしゃべり会2日間とか痩せる。え、なんで？私太るよ、おしゃべり会2日間え、みんな言ってる。え、やるわ、やる、みんなを信じて。私明日からラジオ体操も始めることにしたぜ。お腹すいたらキャベツずっと食べてらしたって。キャベツね、え、お腹いっぱいになるとさ、あ、やばい食べ過ぎたってなるんだよね。ヘルシーなご飯にしてもなんか、あ、量減らさなきゃって思うんですよね。それはいいんですかね、誰か分かる方。ケータリングは控える。でも大丈夫、ケータリングがない期間だから大丈夫。お弁当は、まあ、確かにリハの時はあるんですけど大丈夫、食べてないもん。プン、お疲れ様、お疲れ様、夏ですね。バラシロクさん、ハッタありがとう。ケロ、
ケロって言ってた、またもう直したいの。ペチペチ。炭水化物をちょっと減らすと、でもね、ビキね、炭水化物とかっていう区別があんまりわかんない。確かにあの油物は控えようとか思うけど、のさつまいもとかがいいんだよね。あ、米ね、米はお昼とかだけ、朝だけ食べるようにした、玄米。でもフェス前はちゃんと朝昼晩玄米食べようと思って玄米にしました。お米とパンと麺やめる。パンと麺は食べてない。そう、小麦も食べてない。そうだからね、私ね、あまりにも分かんないからメールで言うのこれでアイスも減らせると。あ、そう、アイスももう冷蔵庫に入れてません。でも夏は食べなきゃ倒れる。そうだ、だからある程度フェス前日はお魚とお野菜と玄米とかを食べるようにします。まあ細かいことはみんなモバイルメールを見てくれってな。自分に合った方法が見つかるといいね。えね、本当にね。食べてるいぶきがいちちゃん好きやだって。任せて、いぶき多分ねこのショールームでめっちゃ食べ出すから安心して。ビヨヨヨヨン、いつの間にかアイス食べよとか言って、アイス食べて、お菓子食べよとか言ってお菓子食べてやってるから安心してちょっとなんか今からなんか味噌汁強いからとか言って作ってるかもしれないから安心して。ダダ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 。葵ちゃん、アイスクリームありがとう。みんなありがとう。みんなたくさん教えてくれて、心配してくれて、でも大丈夫よ。この前まで配信しながら食べてた人とは思えない。でもね、マジでこの前ねディズニー行った日なんだけど、モンコタンメン食べた後にピザ食べたくなっちゃって、ピザ食べて、その後にチーズボール食べたいからチーズボールも食べて、その後に砂ずりの玉ねぎのやつ食べてっていう生活をしちゃったの。1日で、てか1時間で、1時間でピザも食べ、モンコタンメンも食べて、砂ずりも食べて、チーズボールも食べて、一人で全部。あ、もうね幸せだったカレー食べたい。さてセブンだなって、はにゃそうでしょ。一日じゃないよ、1時間でだよそれ以外もちゃんと食べたしね。怖いほんとびっくりしちゃう。バラチラクさん、音符ありがとう。むっちゃむくみそうでもむくまないの。どんなに食べても次の日は全然むくんでない。目腫れるとかなかった。でもその幸せな時間がとっても幸せだったから、いつかこの配信でも幸せのタイムをするね。うん、はにゃはにゃだよね。本当にびっくりしちゃうわ。美味しかったな、ピザ食べたい、ハンバーガー食べたい。うわ、いいね、楽しみになってきた。ダイエット成功したら食べよ。そうなったらこっちも見ながら食べますって。そうしよう、そうしよう。撮影が終わったら最初に何食べて、うわ迷うな、ハンバーグでも作ろうかな、ニラハンバーグとか大好きなの。よくニラハンバーグ、あ、お米食べたいかも。お米、白米ね、白米、白米ラブラブ。ゆうきけんさん、星ありがとう。ザーキーさん、うん、ハートとマイクありがとう。
この前コストコ行ったホットドッグとピザ食べました。大きい、やっぱコストコのピザとかって。一番好きなふりかけは男梅、男梅ふりかけ。ゆうちゃん成人式の振り袖もう決めてるんだって。なんとなく画質めっちゃいいし訪れない。だって、携帯だからかも。今日携帯なの。好きなアイスは、板チョコアイスか、さっぱりしたやつだったら、なんだろうね、何が好きなんだろう。メールとかだったら分かる人一緒だけど、板チョコアイスかもしれないな。腹筋バキバキな息吹で想像できなさすぎるみたいなこと書いてた人いた気がする。それなど大丈夫、バキバキにはしませんちょっと絞れればいいなくらい。男梅ふりかけって酸っぱくないだって。あるの、男梅ふりかけってのがあるの。めっちゃ美味しいからみんな食べて。好きなパスタは、うわ、明太クリームパスタとか好き。クリーム系が好きです。私白熊アイスが好き。で、大好き、白熊アイスも大好き。成人式行きたいな、行きたい。成人式はあと私2年後、このだよね。前にイブちゃんがなんとかしてたキャラメル味美味しかったって。めっちゃ美味しいよね、あれめっちゃ美味しかったの。男梅グミ、男梅グミしか食べたことない。男梅グミは私は苦手です。耳痛いんだけど、なんか熱持ってる。成人式は10年後。今普通に言うんだけどびっくりしちゃった。10年後じゃないもん、2年後なの。ふりかけは米と、ふりかけは米とパスタ、どっちがおすすめ。米、なになに、お米じゃない、ふりかけ。パスタかけたら美味しいのかな。でも美味しそうだね、何でも美味しそうかも。チョコモナカ、あ、美味しい。うわぁ、何が好きだろう。私パピコとかもめっちゃ好きなんだよね。牧場しか、牧場のやつマジで美味しいよね。あれ前髪伸びて、伸びたよね。みんな短い方が好き、前髪。もしかして今ね迷ってる時期だよ。短く切ろうか、量をちょっと減らそうか、このままもうちょっと重くする、いやもうちょっと重くするは相当重くなりそうだな。どう思う、みんな。みやりかさん、旗ありがとう。今くらいがいいだって。あ、みんな今くらいがいいんだ。でもね、ちょっとねメイクしたらね、まつげにもう完全にかかってるんで。あ、ないの好きだって。ないのね、ないの。デコ出しーブ好きよだって。デコ出し好きな人多いじゃん。じゃーん、じゃかーん、じゃかーん。前髪開けてるのも可愛いだって。こんな感じで、今年好きなファンの方多いよね、結構分。でも私マジで髪型で顔変わるってよく言われる。いいことだよ、髪型で顔が変わるってはいいことです。いや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 、私歯磨きしたっけ、したか。にゃん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 、ナックスさん、納豆ハートありがとう。何の歌、私の創作、制作、なんていうんだろう。
研究生の頃は前髪、あ、おでこかな、出してたよね。そう、私もともと前髪ない勢だったので、てかあのアイドルになるまで前髪あるっていうのが私にとっては考えられなかったので、みんなびっくりするよね、きっと。そうじゃない、切ってくださいって言われて切っただけで。お友達といぶき、あ、分けてた時友達といぶき今日なんとかよねって話してた。なんだろう、大人よねかな、ブスよねかな。サマステの髪型結局決めたね。決めてないの、マジでどうしようどうしよう。でも人形はさ、ティフでやったからチンはやりたくないの。確かにチン好きなファンは多いけど、だって言うて確かにどこでも見れるっちゃ、どこでも見れるっちゃ、どこでも見れるじゃんチンって。私コンサートでもやるし、指原さんに来た方が可愛い、似合うってやったのかと思ってて。え、そうだよ、サシーさんがエンジン前に、え、ね、前髪切らない、え、切って可愛いから絶対前髪なし、前髪ありがい、切ってきてって言ったから、はいでね、前ヨッピさんっていうかマネージャーさんがね、あの私切るの反対だと、壁車の時とかもヨッピさんとか、あ、マネージャーさんとかも、うん、切んなくていいやみたいな、伸ばしてるのがいいじゃんみたいな感じだったんだけど、サッシーさんが、え、切って絶対切ってって感じで言ってくださったので、はい切りますって言って速攻切った。お母ちゃんにサッシーさんが切ってくれ、切った方が似合うよって言ってくれたから、髪の毛前髪切ってもいいですかって、お母さんに前髪切っていいって言って、いいよって言われたから、切りなって言われたので切りました。ガッサンハートありがとう、葵ちゃん音波ありがとう、懐かしいな。以上 HKT48 言語機研究生14名よろしくお願い、それでは聞いてください、覚えてください。わー楽しかった。それでは歌わせていただきます、それでは聞いてください、初恋バタフライです。いぶき前髪切った正解って言ってて記憶ある、マジ？じゃあ正解だったんじゃん。でもさ、前髪ない人とか好きだよね、前髪ない人というかなんか美人な人好きだよね。親にその声、あ、その声誰それってあれ。それでは聞いてください、ちょっとザーチのモノマネ知ってる時、え、ザーチは違うよ。え、え、めっちゃ美味しそうですね、え、でもこれは、え、ゆぶきさんのまつげすごい、え、私もつけますから、え、なんですか、え、いやいや、何も言ってないですよ、ありがとうございます。ザワチー大丈夫？はい大丈夫です、ありがとうございます。いぶきさんも大丈夫ですか？よかった。何ですか？ザワチー、いぶきマジでザワチーのこと大好き。やめてくださいよ。嬉しいですけど、私も好きです。サワチ本当に大好き、私サワチのこと本当に大好き、ありがとうございます。ちょっといぶきさんやめてくださいこってサワチ言うから、ちょっとこやめてください、押す力強いのよ、パチン言う、痛い、サワチ痛い、力加減勉強して、ごめんなさい本当に好きだからいいよ。ありがとうございます。似てますね、はい、もうザワチいい子なの、お弁当食べるときも全部だよ、誰も見てないのにだよ、ご飯食べるときなんてさ誰も見てないのに
目やって、いぶきがかわいいって言ったらありがとうございます、食べますかです。ヒーローはイエーイって言って、ちょっと、いぶきさん、なんですかそれは。ちょっとヒーローやめてよ、遊んないで。ちょはい、肩が脱臼しました、クククってつけたら、あ、治りました。ちょやめてください、ちょ、いぶきさん、ちょなんですか。ヒーロマジで好きだよ。ちょっとおれしおれし、あれひもれしこれヒーロー。でもナナカももう似たような感じなんだよね。ナナカもおはようございます。ナナカおはようございます。今日もかわいいね、ナナカ美人美人、ちょっとだけ好き。ありがとうございます。私もちょっとだけ好きです。ちょっとだけですよ、ちょっと。じゃあやめてらなきゃ、まあとかリハでしてたら追いかけてきて、ふーんって手をね直線に伸ばして走っていくの、ふーんって伸ばしてきて、なんですか、なんですか、え、ゆきちゃん今日めっちゃ怖いんですけど、なんかお腹空きません、ご飯行きたいんですけど。別にいぶきさんとかじゃなくてご飯行きたいんですけど。あ、ランキングやめます、ランキングやめます。15位バーラー863、14位福岡市民さん、13位トモモ、12位安市9833、11位 MJ さん、10位ガッサン、9位ヤクさん、8位香港のジャッキーさん、7位ヨッチ、6位ミノルさん、5位トーイ、4位フランさん、3位ポンポン丸、2位シュンさん、1位アオイちゃんです。ありがとうございました。ってことでうちのモノマネで強制終了するわ。誰してほしい、渋えちゃん、はやだえ、えちゃん、なんかえ、違いますよね、芝居うるさいなんでですか。でも聞いてください、聞いてください。え、でも芝居はなんとかです。え、何、はい、芝居終戦です、終戦です、はい、いぶきちゃん一緒